だってここに来たわけじゃなかったよ。お前とこんなところで再会できるとは。兄はつくづく感心させられたよ。俺の行動最速理論のいいサンプルになった。だが夜の雨の難しさと怖さ、お前はどこまで分かっているか。今日はお前の治療をじっくりと拝ませてもらうぜ。雨の峠でもこれだけの走りを見せられるとはな。お前にはつくづく感心させられるよ。俺がずっと温め続けてきたあのプロジェクト、お前の登場でいよいよ現実に帯びてきたぜ。じっくりとその走りを見てみたいもんだ。また会おうぜ。